はい、どうも、あやなです。今日はね、妻が待ち合わせの時にいきなり金髪の超ギャルママになってたら夫はどんな反応をするのかっていうのをやっていきたいと思います。実家にね、ポンスと二人で来てます。ばあちゃんにね、ポンスは見てもらって今撮影をしてるっていうところなんですけれどもね、夫にね、迎えに来てもらう時に変貌した私で会うという。あ、もうこの話し方飽きたんで普通に話しますね。今回私が姿を変えるグッズをいろいろ持ってきてますんで紹介しましょう。まずこちら、じゃん。金髪ウィッグ。ポーズにして以来です、ウィッグを被るのは。もう二度と被りたくもないですが、今回仕方なく被ります。服装もギャルにしたいと思うんで、オフショルのこういうやつに黒のタイトスカートなんて買っちゃって、ギャンギャンのつけま、グレーのカラコン、そしてこちら、小麦肌になるファンデーションです。以上です。というわけで早速変身していきましょう。はい、じゃあもう化粧適当にやっていくわ。なんとこんなに色が濃い、やばいですね。小麦肌すぎる。で、素晴らしい小麦肌が出来上がりました。化粧が下手くそなんで途中経過とかはぶります。化粧後まで一回飛ばします。どうぞ。はい。はい、今化粧が終わりました。化粧めんどくさすぎ。いや、全国のギャルママを本当に心から尊敬する。こんなわざわざつけまとかつけたり、カラコンぶち込んだりとかもう本当に無理やってらんないよ、毎日毎日ね。口紅を薄めのやつつけて、で、鼻筋をなんかこう通して、こう涙袋書いて、まつげつけて、カラコンつけてっていう感じですね。チークもバカ濃いですね。はい。こんなの私は嫌です。はい、じゃあ化粧が終わったんでね、カツラをつけていきたいと思います。ジョリースー、ヤッホー、あやなんでーす。というわけで、ギャルメイク完成したんで、これから仕事と待ち合わせしたいと思います。やばい、本当にこれ辛い。どうですか、こういう感じのギャルのあやなんは。ね、本当にね、今はね、もう疲れるだけ。早くこの衣装メイクを取りたい。今から柴田を待ちたいと思います。今駅の前のパン屋さんで待ってますね。やばくない？この身なりの私を気づけたら天才ですね。電話してみたいと思います。暗いしうるせえな本当に。もしもし、駅着いたから迎え来て。え、もう着く？オッケー。あ、てか来た、やばい、待って、来たんだけど、ちょっと待って、やばみやばみ、ちょっと待って、ギャルになってきた黄色い N ボックスあったと思うんですけど、あれうくんですからね。完全に通り過ぎてます。気づくわけないよね、こんなんで。もしもし、え、どこにいる？え、普通に駅の前にいるけど。え、てか通り過ぎたよね。え、バス停のところ。見えない見えない、どこにいるうーくん全然気づいてくれませんね。はい、もしもーし。もしかしてだけど、今俺の目の前に見えてるやつ探してみたら。あーちゃんだったの、あなた。そうだけど。ねえ、うざ。なんかバカギャルいいなと思ったら。え、何やってんの？どういうやつこれ、何？ギャルになって待ってたら気づくかってやつ。気づきませんでした。ていうかもう、カツラがうざすぎるし、待ってる時不機嫌すぎて死ぬかと思ったんだよね。ギャルになってなんかイエーイみたいなテンションで来ると思ったらめっちゃテンション下がってない？あーちゃん、ギャルやだ。ギャルやだね。あーちゃんはひまわりの虹の花の中の虹の。なのにね、黒いね、カラコンもすごいね。ほんとすごい。よくそんなメイクができたなっていう感心しかない。マジ渋谷に行こうぜ。いや、ちょっとキャラブレてるから疲れて。まあありがとう、待ち合わせがちょっと楽しかった今。え、どう？このギャルの私。それはそれでさ、可愛いけどさ、怖い。怖いよね。つけまぶち取る今ベロー。でもあーちゃんは絶対にショートヘアの方が可愛いっていうのは分かりました、うん、もう絶対二度と髪伸ばさない。サラサラの黒髪のあーちゃんはひまわりの虹のが可愛いと思います。終わりです。